あなたが発していなくても聞いてるだけで波動が下がります。違和感を感じ取った潜在意識からの離れてのサインです。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。金運上昇チャンネルに LINE アットができました。金運が上がる7つの特典をプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。最近あまり言われなくなりましたが、ソーシャルディスタンス、人との適切な距離を取ろうという言葉で広まりましたよね。実はディスタンスって感染症対策以外でもとても大事な考え方なんです。運がいい人、運が悪い人って言いますが、もう一つ運が悪く、さらに人の運気も奪う人がいるんです。相手は運を下げようとか奪おうとか全く思っていないかもしれませんが、接する時間が長かったり、接するたびに運気をどんどん吸い取られてしまいます。ですので運気ディスタンスをして適度に距離を取った方がいい人もいるんですね。そんな運気を吸い取る人の特徴を今回お伝えしますので、あなたの近くにいるかどうかぜひチェックしてみてくださいね。まずはじめに友人さんつながり場を決めるティーシャントから始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。まず一つ目は謝れない人です。これは何かあった時にごめんなさいが言えない人、自分に非があるんだけど認められない人です。これはされるともややんとしてしまいますよね。例えば遅刻してきた時にすぐに謝ってごめんねと言われると気持ちはすっきりしますが、言い訳をずーっと言って私は悪くない、私も巻き込まれて被害者なのといったニュアンスで話されると、無駄にした時間に加え、さらにモヤモヤしてしまいますよね。他にも喧嘩になったり、何か行き過ぎてしまうなど、間違いは誰にでもありますし、挑戦をすれば間違うこともあるので、必ずしも悪いことではないです。やってみて気づくこともありますよね。やらかしちゃったな、やりすぎちゃったな、と感じた時に、素直に謝られると、もし怒ってたり誤解があったりしても、冷静になって、話し合うことができますが、本当に謝らないといけない状況で自分の非を認めなかったり、謝ることができないとさらにヒートアップしてしまうことにつながります。謝ることができない原因はいくつかあるんですが、プライドが高く謝ることができない場合は自分自身を守ることに一生懸命になっている可能性があり、何かあった時に人よりも自分を大切にしたり自分に甘い傾向があるので、自分さえ良ければいいという行動に出やすくなるため、一緒にいると疲弊して辛くなってしまいます。心の余裕がなくなり波動が下がるため運気も下がり、波動の低いネガティブな出来事や人脈を引き寄せるようになってしまいます。またそもそも悪いことをしたと思っていないから謝る必要がないと思っている場合もあります。そうすると同じことを何度も繰り返し、信じられないという言動に振り回されて疲弊してしまうことにつながります。いわゆる一緒にいると疲れる人になります。心の疲れやささくれは違和感を感じ取った潜在意識からの離れてのサインです。放っておくと内側から運気が乱れてしまいます。またそういう人へは嫌な思いをした人からのネガティブな念が送られてしまうことがありますから、近くにいると一緒にネガティブな念を受けてしまい波動が下がってしまうので、距離を取っていた方がいいです。二つ目は、人の悪口や不満を平気で口にする人です。愚痴や不満を言うのは、波動も運気も著しく下げるというのは、ご存知の方も多いかもしれません。悪口や不満というのは、ネガティブな言葉のオンパレードです。あなたが発していなくても、聞いてるだけで波動が下がります。たとえ自分に向けられた言葉じゃなくても、潜在意識に刷り込まれていくため、聞けば聞くほど波動が下がります。どんな言葉を使うかも大事ですが、どんな言葉を耳にするかもとても大事です。たくさんのネガティブな言葉を聞くと、潜在意識にネガティブな言葉がストックされ、その言葉と同じ出来事、同じ波動の出来事が引き寄せられていきます。自分は愚痴も不満もなくて、ただ耳にしただけで嫌な気持ちになった挙句、運気もだだ下がりになるって、たまったもんじゃないですよね。牛を育てるのにクラシックを聞かせたり、赤ちゃんに胎教って心地のいい音を聞かせたりするように、音が与える影響って実証されていますし、赤ちゃんにネガティブな言葉を聞かせて育てるなんて絶対にしたくないと思いませんか？
そんな大切な我が子同様にあなたにも聞かせてはいけないんです。ネガティブな言葉を浴び続けると、やがて考え方や捉え方にも影響し、物事の悪い面ばかりを見るようになって、感謝がなくなったり、イライラしたり、運も波動も悪くなり、性格も悪くなる可能性すらあります。だから、内や不平、不満ばかり言う人は、可能であれば縁を切ることがおすすめですし、難しい場合は話さないといけない要件だけ話すようにしたり、愚痴が始まったら、右から左に受け流して、真に受けないように心のシャッターを下ろしてしまうことがおすすめです。今でこそだいぶ少なくなったと思いますが、パワハラがあるような職場なら、日常的に波動が下がる言葉を聞くことが多いかもしれません。僕が営業マン時代の時、苦痛だったのは休憩時間飲み会の時です。休憩や飲み会での会話は大体決まっていて、異性の話、ギャンブルの話、家庭への愚痴、そして会社や取引先への不満、それが嫌であまり参加しなかったのですが、今は参加しなくて本当に良かったなと思っています。時にどうしてもやるせなかったり、怒りに打ち震えて愚痴の一つも言いたくなることもあると思います。そういう時は本当に信頼できる人に話したら出し切ることを決めて話すことがおすすめです。何度も何度も愚痴ってしまうと、相手の運気を下げた分、どこかで相殺が入り、運が下がります。ですので、一回で終わりにすることが大切です。そして、相手の方には聞いてくれてありがとうと感謝を伝える。運気に一番良くないのは、SNS など不特定多数の人がいるところで、愚痴や不平不満を発信してしまうことです。相手の運気を下げる行為なので、こちらもどこかで相殺が入り、金運が下がります。見ている人の数が多ければ多いほど運気も下がっていきます。100人の前で愚痴を言ったら1人に話す100倍金運が下がります。吉ポイント2倍の日に金アップアクションをやったとしても100倍金運が下がっていたら金アップが全然追いつかなくなってしまいます。ですのでこれは絶対にやめた方がいいアクションです。続いては相手によってコロコロと態度を変えるです。例えば男性と女性で態度が変わったり、上司、社長への態度と同僚、部下への態度が全然違ったり、お金持ちとそうでない場合で態度が豹変したり、相手の外側の部分を見てしか判断できない人とは関わらない方がいいです。こちらもなんだか気持ちよくない感じがしますよね。ステータスでしか見れない人は人の本質が見抜けない人でもあるため、ピンチの時には離れていくし、チャンスになれば都合よく近づきます。そういう態度が出てしまうタイプは、周りからも嫌がられるタイプですし、自分が得しようと思っているからステータスばかりに気を取られてしまうくれくれくんですので、自分さえ良ければいいというタイプになります。そういう人はもらうことばかり考えていて、やっぱり付き合うと疲弊してしまいますので、程よい距離感でお付き合いをするか、切れるなら縁を切った方がいい人です。以上、近くにいると運気を吸い取る人の特徴でした。あなたの近くにいませんでしたか？もしいたら、せっかくやった金アップアクションがなかったことにならないように適度な距離を取ったり、ムーディー加瀬山みたいに右から左に受け流したり、回転寿司の例になったつもりで右から左に受け流したりと、あなた自身がご機嫌でいられるように過ごしてくださいね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。